和のブランドゆかもんから着物コラボレーションの石鹸アートが2種類新登場しました。ゆかもんっていうのはゆかの家紋から来ている造語です。日本のとっても良いものを世界に発信したいなと思ってゆかもんっていうブランドを立ち上げました。日本文化のど真ん中を行く和のそのまんまの状態を発信するものもあれば、やっぱりこう使いやすさとか様式とかが違うので、それぞれの国に合わせて多少アレンジした状態で出すっていうことも考えて、いろんなパターンで製造販売しています。ロゴはとゆかもんっていうローマ字で、の世界中の人が読めるように書いたのと同時に、やっぱり日本のものが欲しいと思っている方々はできれば漢字とかひらがなとか日本風の文字を好む傾向にあるので、ひらがなでしかも縦文字でゆかもんっていう、文字も加えたロゴにしました。まあこれはロゴっていうか家紋ですね。こちらの桃色のお着物に合わせてコラボレーションして作った石鹸アートがこの時の花です。次にこちらのベージュ色のお着物に合わせて作った、コラボレーション石鹸アートは野の宴という石鹸アートです。ゆかもんの石鹸アートはすべてコールドプロセス製法です。コールドプロセス製法っていうのは熱を加えないで何時間もかけてゆっくりオイルとアルカリを喧嘩、喧嘩っていうのは石鹸の剣で喧嘩していく、それがコールドプロセス製法です。このゆかもんの石鹸のシリーズは全部手作りです。ハンドメイドです。素材をこうこねこねと混ぜ合わせる工程も全部手作業で、混ぜるのに20分から30分とかずっと手で混ぜて作ってます。肩に流し込んでこの絵を描く、その作業も全部手作業なので、同じ柄が世界に他にありません。石鹸のカットも手作業だし、あと端っこにちょっとはみ出た石鹸をスッとこう取り除く成形作業も全部手作業です。しかもこの箱も全部手作りなんです。時の花と野の宴はよく見るとサイズが違います。このサイズの違いは型の違いなんですけども、時の花はこういうパウンドケーキ用のケースみたいな長細い型に流し込んで固めていきます。それをメジャーで測りながら手作業でワイヤーでカットしていきます。なので断面は平らな状態になってます。
で、ちょっと毛羽立ってる端っこの出っ張ってるところは、これは手作業で、カッターとかでサクッと切って形を整えていきます。野の宴はこういう平置きの枠組みの中に流し込んで固めるので、こういった正方形の形になります。表面に立体感が出てますよね。桃色の時の花と比較すると断面が全然違いますよね。もうね、これは好みの違いというか、アートの世界ですから、表面で描いてる絵を楽しむ、あとはどのような柄になるんだろうっていう断面、何が飛び出してくるんだろうっていう、そういうカット面の楽しさ、両方ありますよね。床紋石鹸の手作りの作っていく様子を画像に収めてまして、また別途動画で作り方をアップしようと思いますので、手作りハンドメイドソープの作り方動画もぜひご覧ください。次に箱のこだわりについて。中の設計のサイズに合わせて箱もサイズがそれぞれ違ってます。隙間があるとガタガタになって中の石鹸にひびが入っちゃったりするんで、やっぱり箱のサイズもこだわって作ってます。このように取ってつまみがついてて取り出しやすいようになってる工夫もされています。今回の動画は床紋のブランドのコンセプトの説明と、床紋ブランドから石鹸アートが登場しましたっていうお知らせと、この石鹸は着物とのコラボレーション企画で作られた石鹸ですということをお伝えしました。この後、各石鹸の成分について詳しく説明した動画もアップしようと思っておりますので、楽しみにしていてください。あと、手作り石鹸の作り方動画もアップする予定です。時の花と野の宴、それぞれ別の動画で手作りのポイントとか交えて動画を作成していきますので、そちらも楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。